とカウンセラーになるためにどうすればいいのかっていうことですよね。まあ私が答えるとすると答え方は2つになるかなと思いますね。まあ1つはカウンセラーになるために何をすればいいか、何のカウンセラーになるのかってことを決めた方がいいのかなと思うんですよ。まあ恋愛カウンセラーとかね、恋愛をカウンセリングしますとかね、健康とか老いに関することとかアンチエイジングのカウンセラーなのか、それとも仕事に関するカウンセラーなのか、お金に対するカウンセラーなのか、まあ要するに速稼塾でいつも言っている4つのクアドラントですよね。お金、仕事、健康、恋愛、このどれにフォーカスして商売を始めるのか、カウンセラーとして花開くのかってことかなと思うんですよ。大枠でカウンセラーって言ってもね、じゃあどんな人に対して自分のカウンセリングがこう提供できるのかってことが分からなければ、カウンセラーとしてもね、照準が定まらないですし、まあお客様としても本当何を頼めばいいのかなってことが分かんなくなってくるんで、よくね、行政書士っていう仕事も同じように、なんかその車庫証明専門の行政書士とかね、なんかこう登記簿専門ですよとかね、助成金専門ですよとかね、そういうふうに扱えるものが多ければ多いほど、何かに特化した私はそういったなりわいですよっていうふうに宣言した方が人は呼び込みやすいのかなと思いますよね。まあ恋愛の問題にしてもね、恋愛の中には同性愛に特化した恋愛の問題解決とか、年の差恋愛に特化したものとか、夫婦間の恋愛問題とか、不倫の問題解決とかね、さまざまなこう分け方ってあると思うんでね、それのどれにするかってことなのかなと思いますよね。それからもう一つ、カウンセラーとしての何を始めればいいかってことなんですけども、カウンセラーとしてのね、概念をまず知ることかなと思うんですよ。多分カウンセラーとして何をやればいいのかなっていうふうに悩んでいらっしゃるってことは、カウンセラーたるものが何なのかよく分かってないと思うんで、情報収集をすることですよね。最近ではチャット GPT みたいなところでカウンセラーするためにはどんなことすればいいですかって聞いてもね、答えが返ってくると思うんですよ。今回は Google の検索、カウンセラーの3条件ということでちょっと検索してみた結果があります。カウンセリングのマインドは受容、傾聴、共感の3つのステップですと。この3つのを意識して相手の話を聞くことで、相手は話を聞いてもらえた、自分という存在を受け止めてもらえたと感じることができると。また聞き手側も相手がどのように考え話しているのかを実感し理解することができるようになります。これどういうことかっていうとね、カウンセラーっていうのはまず大事なのは、もう話、口の挟まずに、話の腰を割らずに、相手の言うことをね、自分のことのようにこうやってうなずいて聞いてあげて、まあ相手のね、相談者さんの心理に沿った表情をしてあげるとかね、ああ辛かったですねとか、あそれは良かったよねとかね、まさに一体化することなんじゃないかなと思うんですよ、心。それが共感するってことかなと。で、共感するためにはよく聞かないといけないし、相手の立場をよく理解しないといけない。それはあなたが悪いんじゃないのとかね、それはあなたの問題じゃないのっていうことなく、分かってあげるってことですよね、まずはね。とにかくその人の立場と状況を分かってあげて、それを全部飲み込んであげること、話の腰を折らないこと、これが結構人にはね、やりにくいんですよ。人の話を聞いてるとすぐに解決策を教えたくなってね、あそれはねって言いたくなるんですよね。でもそれはカウンセリングとして相談者さんにとって一番してほしくないこと、とにかく出し切るまで話してもらうことなんですよね。そのためにカウンセリングの時間をね、30分って取ったら30分、1時間って取ったら1時間、ずっと聞いてあげることなんじゃないかなと思いますね。で、1時間の時間を取って、その相談者さんが40分話し切ったと思ったら、残りの20分で対話を始めるってことなんじゃないかなというふうに思いますね。まあ私はそんなにね、カウンセリングに対してどうこうすればいいよって語れる立場ではないんですけども、まあ精一杯答えるとしたらこんな感じですかね。それじゃあお疲れ様です。